画面にのびちゃん映ってますけども、本物ののびちゃんここにいます。今日は1月23日、今夜の10時ですね。もうすぐご飯、夕ご飯食べてる時はですね、実は何でもなかったんです。これ見てください。これのびちゃんの耳がですね、血に染まってます。これ見えるかな。どうしちゃったのかなと思って、どっかぶつけて怪我でもしたのかな、あるいは静香ちゃんと喧嘩して耳を引っかかれたのかなと思ったんですけども、静香ちゃんはずっとキャットタワーで寝てたし、原因がよく分かりませんでした。そこへ空くんがやってきました。空くんにのびちゃんの耳が血がついてるって言ったらですね、あれは俺の鼻血だって言ってました。これは空くんの鼻血がのびちゃんの右の耳に垂れてこびりついてしまったようですね。ねえのびちゃん、それはないよな。こんなにびっくりしちゃったよお前、本当にどうしちゃったのかなと思って。それから今のびちゃんですね、首輪がないですね。首輪がですね、ちょっと今外れてしまって、前も札のリングが曲がってしまってですね、このカーペットですね、このカーペットに顔をこすりつけるもんで、そこに引っかかってですね、そのままぐいぐいこすりつけてたら激しく曲がってしまって、ペンチかなんかで一回直さないといけないですね。私ちょっと外してあります。昨日から見る。のびちゃんどうした。うん、本当びっくりしたよお前、これ何これ。もうそらちのやつはしょうがねえな。最近でもよく鼻血を出してますね。そら君はお医者さんに行けっつってるんですけど、大丈夫とか言って行かないからこういうことになっちゃうんだよね。のびちゃんね、ごめんね。のびちゃん、はい、こっち見てください。はい、チーズ。